はい、ではですね、ちょっとした煙を使った実験を行います。これはですね、カトリ線香ですね。煙をですね、今上がったり煙に吸いかけることに下がってくるんですけど、なので煙は実はこの状態でほとんど目に見えてないんですね。では、1番、2番、3番、4番、5番と先に番号を振っておきます。ではですね、どうしましょうか。真ん中3番目になりましょう。はい、どうでしょうか。見えましたか、皆さん。本当はこれだけ上がってます。はい、ではですね、もう一度行きましょう。そしたらですね、ちょっとですね、離れたところで5分5分行きましょうか。はい、5番。はい、上がりますよね。皆さん、本当は雪森これだけ上がってます。通常ですと、実は下の方にある温度が高いものがすごく小さいんです。目に見えないぐらいの大きさなんですね。で、今白くうっすら上がってますよね。これが温度が下がったことですね。下がると空に浮かんでる雲と一緒ですね。くっついて雪森というのは通常白く見えるようになります。なので、皆さんがですね、よく日常ご覧になっている雪降りというのは、温度が下がった分だけになるわけですね。そこで、いろいろですね、この煙の出番ですね。もちろん、このまままっすぐ上がっていれば、先ほど煙を吹きかけた状態で見えるんです。ただ、風吹きますから、今、じりじりになってですね、くっつく前が減っちゃうわけですね。そこで、この煙を使ってくっつく前を増やしてみます。この中にたくさん微粒子を生まれる、様々な粒、要は燃え残りがたくさん含まれています。これを、あとは風向きに沿って2番目。はい、くっつきますと、目に見える大きさまで大きくなるというわけなんですね。なので、もちろんライターの方では反応しません。もう煙がないですね。くっつくでもないので、はい、もう吹き損ですよ、これもただのね。はい、煙だけに反応します。はい、うまいこと届けば3番。そして風に乗って4番。はい、奥5番。はい、この辺も全部出てますよね。あとはもう風が勝手に運んでくれます。では、ここ80度ございます。次はですね、あちらでございます。今、たくさん蒸気上がってます。あそこは大体温度が100度ほどございます。そこにも同じようにこの煙を吹きかけますので、皆さんぜひ5丁目の方までご登場お願いいたします。はい、では皆さん5丁目の方に行きましょう。まだまだ続きます。はい、じゃあバッチリで行きます。Thank you.